皆さん、マイロ、ニューヨークでビールノムリやってるヨシです。Hello everyone, I'm Yoshi. あ、ビアノムリ in New York. 本日もやっていきましょう。2 minutes beer talk. 今日のお題は、モザイクホップです。モザイクホップはアメリカのホップブリーディングカンパニーが開発したホップで、2012年にリリースされました。シムコーホップと、ナゲットホップの交配からできた品種です。特徴としては、ブルーベリー、柑橘類、パパイヤ、バラ、バブルガムのような香りが特徴です。モザイクという名前はですね、このホップが与える、アロマもしくは、まあ、フレーバーがですね、芸術的なことから、名付けられました。ペールエールや、IPA によく使われるホップです。つい最近ですね、自分が作ったビール、まあ、IPA ですがにも、このホップを使いました。多くのビールに使われる、人気の高いホップの一つだと思います。それではまた。